ご無沙汰しております釣り子 TV です。じゃじゃーん、これ秋に何かね欲しいな、何買おうかな、そこでずっと気になっていたのがこのシマノの最新スピニングリールミラベルね、新しいシリーズですよね。ミラベルので、ちなみに番手は 2500SHG っていうことで、まあシャロースプールが積んであって、でハイギアモデルだよっていうことでいいんだと思うんですけども、でブラックバスにドンピシャなね2500番、まあ海で使ったりもしようと思ってるんですけども、ブラックバス、あと海のライトゲームともに活躍してくれるんじゃないかなっていうことで、ミラベルの 2500SHG、シマノ帰ってみました。でね、パッケージはねこんな感じですね。あ、横にちょっと仕様が書いてありますね。ギア比は 6.2 対1だよっていうことで、でこれはドラグのパワーかな、4キロ、9ポンドのパワーがあるよみたいに書いてありますね。で、リールの重さが、205グラムだよっていうところで、これベアリングの数かな、5プラス1って書いてありますね。でハンドル1回転で91センチ巻き取れるよっていうことかな、まあ、こんな感じのね、こう見てすぐに、分かりやすいようなアイコンみたいな感じでね、表示されております。じゃあね早速開封していきます。ミラーベルね、どんな感じかな、はいはい、まあ、説明書が入っていて、じゃじゃーん、あーこういう感じですね。ハンドルをちょっとクリクリクリと固定してますね。こんな感じでね。はい。来ました。ミラベル。いやー、結構ね、安く買えたんですよね。1万円とちょっとでね、買えたんですけども、こんな感じ。ね。ああ、ここドラグのとことかちょっと大きくて使いやすそう。いや、これは、予想以上にいいなーっていう。巻いた感じの滑らかさは、やっぱりこれの、ちょっと上のモデルとかね、いろいろ好きで使ってますけど、それに比べたら、ちょっと、シャーシャーした感じは、シャーシャーした感じ。もうちょっと上位機種はね、なんかね、ヌメヌメした巻き心地なんですけど、それに比べるとね、この1万円ちょっと台なんで、シャーシャーした感じになっております。でもね、非常にカッチリとした作りで、ね、で、シマノのちょっと最新みたいなね、感じの機構で乗せられるものはだいぶこの値段に乗してきたよっていうね、機能のところも見ていきたいと思うんですけども、ここのスプールのところにね、わかりやすく書いてあるんですが、これ、1万円前後でちょっと驚きですよ。鋼ボディ。ね。まず、鋼ボディが搭載されていて、で、MGL スプールですね、これね。ねえ、もう、こういった、なんていうか、比較的買いやすい1万円前後の機種にも、MGL スプールね、この機構が降りてきたのかな、というところと、あとですね、この、サイレントドライブ。ねえ、サイレントドライブも乗っけてくれちゃいましたよ。ねえ、1万円の機種で、まあ、ちょっとね、これは、乗せすぎなんじゃないですか、シマノさんっていうぐらいね、上位機種のね、機能いろいろと下に下ろしてきてくれましたね。で、まあちょっとね、所有感もいい、この、なんか、いい感じのデザインなんですよね。
派手すぎもせず、かといって安っぽくもなくっていったところですね。最近ベイトの機種なんか見てても思うんですけれども、スピニングの方もなんか前は安い機種はデザインもそれなりにちょっと安っぽいかなっていう頃もあったと思うんですけど、最近はね、ほんと安い機種もかっこいいデザインしっかりとね踏襲されてくるというか、まあ、なんて言ったらいいのかな、安物っぽく見えないんですよね。こんなところはね、ほんと嬉しいところじゃないかなって思います。なんで買ったかっていうと、これの前にね、シマノのリールで買ったのが、自分なんかね、このね、コンプレックスね、これ新しくなったコンプレックスなんですけど、やっぱりね、ヌルヌルしてますね。なんかね、ちょっとね、ここら辺の、まあ、2万円とか3万円近いね、モデルだと、このシマノ特有のね、巻いた時のこの、ぬるーっとしたね、気持ちいい巻き心地があるんですけども、ね、まあ、これよりは、まあ、ちょっとそれの、下の機種かなっていう感じな巻き心地になるんですけども、海とかでも、なんだろう、あんまり、その、海水のダメージとかを気にせず使えるかな。ね、ブラックバスとかでね、ここら辺のやつを使ってると、やっぱりね、海でね、使い込むと、まぁ、ちょっと潮髪とかしだしてね、ここの、なんだろう、ベアリングシャーシャー鳴り出したりとか、ラインローラーのところね、シャーシャー鳴り出したりとか、やっぱりね、これ海で使ってブラックバスで使うと、やっぱりちょっと海で使ったなりのダメージは出たなみたいに感じちゃうことがあって、できれば淡水ブラックバス専用みたいな感じで使っていきたいんですよね。ただシマノのこのトラブルが起きないね、性能とか、まあ基本的にもう非常に使いやすい性能ってのは海でも使いたいね。だからそうするとツインパワーの XD とか上の機種をね買っていきゃいいじゃんって思うんですが、やっぱちょっと高いよなね。もうやっぱり値段なりの性能があるっていうのは分かってるんですけど、そこでこういった1万円台で、まあ海でも使えるしブラックバスでも使える、そういうリールってどうなのかなと思って買ってみました。あとこのぐらいの値段なんですけど、205g っていうことで、以前ね、自分が好きで使っていた、まあ、ここら辺のちょっと古い方のコンプレックスとか、ここら辺とかもね、195g とかね、確かそのあたりだったと思うんですけど、まあ、およそ 200g ぐらいなんですよね。で、ここら辺のでも体が慣れちゃってるんで、205g だったら全然別にね、軽いよなっていうね。それで1万円前後で買えてっていう感じなんで、まあこれでいろいろな釣りで使い込んでね、でちょっとガタが来たら、まあ1万円ぐらいの値段であれば、また新しいミラベルにね、乗り換えればいいやとかね。まあこれはこれでもうほんとね、最後の最後まで使いますけども、そういった感じでちょっと気軽に海のライトゲームなんかにも導入しやすいかなと思ってね、一つ買ってみました。で、こういう番手なんで、まあ細い PE ラインを入れて、海とか、ブラックバスとかね、いろいろね、使ってみたいなと思うんですけども、まあ何にしてもね、本当シマノのこの1万円前後に入れられる機能は、すべて入っているんじゃないかなっていう感じだと思います。ここら辺とかもね、ほんとガタのなさそうなね、こういったハンドルが最初からついてくれてるんで、まあ、ねえ。まあ、コンプレックスなんかと比べると、まあ、ちょっとね、違うかもしれないんですけど、ノブのところなんかはもう、ほとんどね、一緒だよなとかね。まあ、一緒にこう、巻き比べてみると、やっぱこっちのね、ちょっと高いモデルの方が、高いなりのね、感じだなっていうふうには思うんですけども、全然これね、SNS とかね、その、インターネットとかで見ていて、これで1万円ぐらいだったら全然ありなんじゃないのっていうのがね、全部ね、予想通りの、いい感じだねっていう感じで使えそうなんで、
ちょっとね、これからね、秋から冬のシーズンにかけてミラベルね、いろいろ使い込んでいきたいと思います。はい、こんな感じでね、中を見て今いるんですけど、まあ、番手なんかね、いろいろ書いてありますが、トラウトなんかに使えそうな、1000番から、C3000 の、HG までね、揃っているので、なんだろう、ライトゲームから、ちょっとしたシーバスぐらいまでね、いろいろ好きな番手で選べるよっていう感じでいいんじゃないかなと、思います。あ、でもね、あ、すごいですね。C2000 とかであれば、180g とかの番手もあるんだな。1万円前後でね、2000番の SHG で、ね、ボディ重量 180g だったら、ほんとね、今安くていいリール買えるようになったんだなっていうね、そういう印象がありますね。で、なんでね、この改め持ってこういった、感じのリールを買ったかっていうと、自分がちょうど中学生の時とかに、まあ、テストでいい点数取ったとかなんかね、ちょっと覚えてないんですけど、親がなんか釣り好きだからお前なんかリール買ってやろうかって言って、シマノで買ってもらったリールっていうのが、当時のこの1万円前後で出ていた、バイオマスターっていうシリーズなんですね。最近はどうなんですかね、バイオマスターってブランディングあるのかな、出てるのかな、多分もうねないんじゃないかなと思うんですけど、白いボディにねちょっと緑のサシが入っていて、で1万円前後で、中学生のガキンチョだった自分にはね、非常にその1万円前後のシマノのリールってのがね光り輝いてたんですね。そんでもってすごい使い勝手も良かったね。当時の、まあ、その後ね、シマノステラとか買って、最上位機種とは何たるかとかもね、経験したりはしたんですけども、やっぱりね、ちょっとその、子供の時のキッズな道具から、ちょっとお兄ちゃんになった時に、まあ、お小遣い貯めてなり、買ってもらってなり、ね、1万円前後のリールに行くんじゃないかな、ね。その時にね、バイオマスターってシマノのリールが非常にね、良かった思い出に残っている。ね、結局、高校生の最後ぐらいまでね、そのバイオマスター使って、使い込みすぎて最後ね、ハンドルが折れて終わっちゃったんですけども、まあ、磯釣りからルアー釣りからバス釣りからね、その当時やってた、まあ、海から淡水まで全ての釣り物ね、その当時出てた1万円前後のね、機種ですごいね、楽しいね、思い出がいっぱいあるんで、最近の1万円前後リールはどんなもんかなと思ってね、すごいね気になって買ってみました。まあ、この後ね、まずはそうですね、ブラックバスはもちろんなんですけども、とりあえずね、魚いっぱいかけることが、できる。シーバスなんかに PE ラインを入れてまずは使い込んでみようかな。ね、海水での使用どうなのかなとかね。あと、ドラグの効き具合どうなのかなとかね、いろいろ試してみたいと思いますので、そこら辺はね、また実況動画の方で、追いかけていきますので、よろしくお願いいたします。で、まだ糸を入れてないので、なんなんですが、まぁ、ちょっとクローズアップしてみると、ここら辺の、なんだろう、このラインを保持するところとかも、ちょっと新しいデザインになってますね。コンプレックスの新しいモデルなんかだと、こういう感じの、あ、昔からの感じのね、あれなんですけども、ちょっとミラベルからこういう感じで、少しね、正三角形みたいな感じのね、こう、ラインをまとめておく、ここですね、変わったなっていうところとか、まあ、このドラグ周りのデザインも、ちょっと変わってるなってね。その他はまあ、ちょっと使ってる材が違うのかなって、やっぱちょっと、安く抑えるとためにまあ、ちょっと安く抑えられるような、ね、材質で作られているのかな。すいませんね。ちょっとあんまり詳しくはね、自分もまだ調べてないんですけども。ただまあまあ、ちょっと自分のやりたい釣りには十分かなってね。まああんまり推奨はしませんけども、いつでもどこでも釣りするためにね、車にちょっと道具を隠しておこうかな。そんな時も、まあ、このぐらいの感じのが常にね、
スタンバイされてたらかなり心強いんじゃないかなって思うんで、なんとも取り留めもない感じになってきましたが、ずっとね、店頭に並ぶのいつかないつかなと思ってね、待っていて、そんでね、足立区のマニアックスに行ったら、ミラベルってそういえばいつ出るんですかって、あ、もう入ってるよなんていう風にね、教えてもらって、で、ちょっと気になる版とね、買うことができたんで。ちなみに余談ですけども、足立区はね、マニアックスのある足立区ですね、11月の17ぐらいだったかな、PayPay の 30% ね、キックバックのキャンペーンが始まるんで、17日以降にマニアックスとかで、まあ、ね、ここら辺の釣り具とか買えばね、だいぶ安く買うことができちゃうんで、12月の中旬ぐらいまでね、1ヶ月間ぐらい確か続いていたと思うんで、まだね、ちょっとキャンペーンにも入ってないんで、ほぼね、成果で買ったんですけども、なんか冬とかね、シーズンオフのタイミング、まああとは自分へのクリスマスプレゼントとかでね、何か釣り具がちょっと買いたいなぁなんていうことはぜひね、マニアックス足立区にあるんで、11月の中旬から非常にお得な感じになるんで、チェックしてみてください。はい、ということでね、手元でクリクリやって、あーでもないこうでもないね、喋ってまいりましたが、久しぶりに、ね、新しいスピニングリール買ってみましたよね。結構これは安かろう悪かろうではなくて、安かろう、これはかなりの使い勝手のいいスピニングじゃないかなね、いろいろ使ってみたいと思います。はい、というわけで本日の釣りコー TV はこちら、シマノからですね、この秋に新しく登場した、安いけどなかなかしっかりしたスピニングリール、ミラベル、これをね開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。I don't need you, you, I don't need you, you, yeah. I need a new apartment, my own safe haven, and not the dump you live in. I don't need you, cause I got high ambitions, a boss vision, I'm granting all my wishes. I don't need you.